ハーリーさんその好きいいですよね、コーディネートプルーの。そうですか。なんかそれも一番好きっす。黒っぽいからいいじゃないですか、それも。はい、でも、かっこいいですね。セット固定ですか？まあ、これしか持ってないっていうのもありますけど。僕、チーム2にしますね。あ、はい。これの1対1バージョンのマップもありますよ。1対1バージョン？これ、あの、最大16人できるマップでしょ？あ、そうです、そうです。そうそう。まあまあ、これでいいんですけど。これの少人数版で、ちょっとマップの選択肢がいろいろあって、あと、チーム分けが入らなかったら、1対1だったら。じゃあ、お願いします。どうですか最近は。いやー相変わらず、まあ、対面力はまだまだですね、やっぱりちょっとなんか今朝からなんか拓所が増えたんでまた高い方変えない。ああ拓所そうですね、そういえば今日増えてましたですね。そうですよ、やべうわあれジャンプショット1回も決まらなかったちゃんとやっぱり右打ちのやっぱりあの隠れてくるんですよね、はい、前ライダーに誘われてる山田さんで気をつけました。なるほど、壁作って気をつけてました。クリエは結構されてますよ最近。いやクリエ最近一緒にやってくださるようなフレンドさんもあまりいなくて。おお下に行っちゃった。おおさすがっすね。もう最近はクリエばっかやってます。そうなんですか。そうクリエやっぱ FV やるとやっぱ上手くなるのかな。そうですね、だいぶただあのマッチングみたいなの分かります。これのあこれの野良参加できるようなんですね。はい、めちゃくちゃ強くてみんな。おおマジか。なるほど。じゃああれぐらい近づくとね、開けられたことが自分で見えてないんですよ。ああ。そうか、やっぱ FFA たくさんやってるのと経験が差が出てるな。囲む練習めっちゃしてます。もう今度ゲ入りですもんね。うん。マジか。危ない。出てました。やば。マジか。おお。おあれ。死ね。うわーマジかまあ前半ちょっとまあちょっとリードがあったのがいやでも実力差がだんだん開いていくばっかりですね。いや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 、うわーマジか。痛いよ。外していく。うわっショットが持てなかった。うわーマジか、俺の壁じゃなかった。やられた。緊張感がすごい。いやでもこれやってたら本当にうまくなりそうですね。久しく FF やってみたんですけど、3回突破にも2回するんですよ。入ったな。上取られるんだよ。おお当たるか。ダメだ、アサルトエイム死んでる。あ、でも当たんなかった。お互いに外してましたね、多分。ああ、しまった。近距離用にあんまりエイム調整してないんじゃないか。最近はソロが多いんですか？そうです、最近。そうですね。やっぱりなかなか、
ずっとドラとかでやってても、なんか飽きてきたというか。はい。マジかよ死ねえ。190近く入ったような気がする。うまかったじゃん。これ必ず紫なんですよ、これ。あ、あの、ポケスワイトのやつにしました。あ、いいですよ。クリーム。おぉ、あの位置はちょっと振りすぎた。有利でしたね。建築の速さがやっぱ違いますね。いつも見上げてる。この子、僕が上に寝ることが多いな。初期位置が。まあまあ、チーム1番で。うわぁ、編集ミスった。ダメだ。試してこい。おぉ、危ねぇ。ダメだ、全部、なんか、打とうと思った瞬間に壁がもうできてた。チームからだからタクションの練習もしないといけないですよね。そうなんですよね。なんかせっかくようやくポンプで慣れてきたと思ったのに。そうなの、アリーナとかもポンプあるかな。ああ、タクションですか。おお、マジか。痛い。うわあ。ね。あ、やばいやばいやばい。これ負けやつ。マジかー。いや、でもだいぶ負け越してるじゃないですか。いやいや、6対4ぐらいじゃないですか、今。マジか。編集したところよく打たれちゃうんですよね。今みたいに。開けてくれるだろうって信じてるのはあるかもしれない。うわ、なんかでも、いつなんか固まってる。囲む練習結構してるんで、囲むのに必死でやられちゃうんですよね。あ、なんかやられてる。おお、すごい。それは早い。今、どれぐらい、240ぐらい出てるんですか、その、なんか、FPS っていうと。あ、144ですね。じゃあ、いいっすか。ジャンプと同時に今の出てた気がしたので。ああ、そうですね。やばい、これ。マジか、くそ。おお、まだまだ開けてくるね、待ってました。そう、開けた時に体が出てるのがダメなんですせっかく右上三角なのに。でも、まあやってなかったですよね、右上三角。やってなかったでしたっけ。はい、そんなになんかイメージなかったですね、やってる。おお、じゃあ次何ショットが出た。うお、痛い。エイム差がすごい。おお、自分の読みがなかったのか。お、なんか、また癖が生まれてきた。まあ、癖読まれたらもうこうなります。自力の差が出てきます。だからもう初見なのです。なんだろう、癖なのかな。あぶねえ、怖い。
今行った。いいでかい。おお。その辺も全部僕の建築でしたね。そうか。この感じで。床は何にするのか。床開けた時にちょっとした壁が目の前に出てくるじゃない。30センチぐらいなのでちょっと溝にはまってしまいました。よいしょ。ああ、自分の建築チャンス。おお、すごい。壁がダメだな。屋根にしたくなかったから。あ、中ですか？あれ、階段入れたら横からやられたらもうどうしようもないですもんね。階段編集難しいですもんね。そう、こっさに出ないです。あ、落ちた。危ない危ない、開けるところだった。いや、開けない。うおほ、マジか。おお、来た。なるほど。これは急に勝てなくなったのはやっぱり、ね、癖が生まれてるんだな。そうかね。指が温まってきました。あ、でも、不用意に開けないようにはしました。さっき、開けてドッカーンがあったんで。うわー、今だったんだ。逃げる時間もない。アリーナとかやってます？アリーナようやくちょっとやったぐらいですね、はい、最近になって、うん、ただもうあの順位ポイントでコンテンダー行ってるだけで、あのできるだけ戦わないような移動ルートを探してます。アリーナ難しいですもんね。あ、落ちた。おいて。ダメだ。なかなか上がれないですね。それぞれ使っておりましたね。これ壁立たない。これそうか違う。もう、ああなったら横からも後ろからもなんか編集してる時間確保できないですね。やっぱ編集遅いのかな。いや。難しいですよね。相手見てないといけないでしょ。やばい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 。
でした。うまいのさ。なるほど。最後は1回も勝てなかったな。行きましょうか。どうですか。